沢木隆の、百海図鑑より、仏越法、鳥山石炎、ガト百鬼夜行より、仏越、法府水木げるロードに設置されている、ぬっぺぽーのブロンズ像。ぬっぺふホフまたは、ぬっぺぽーは、ガト百鬼夜行や、百鬼図鑑などの江戸時代の妖怪絵巻にある妖怪。顔と体のシワの区別のつかない、一頭身の肉の塊のような姿で描かれている。絵巻には、 名前と絵があるに過ぎず、解説文の記述は、ほとんどないが、その名前や、シャレボン、シンゴ信ダ左で放題猛牛に、ヌッペポーという、化け物あり。目もなく耳もなくとあることから、ノッペラボうの一種と見られている。犬イイダイラは、死水文古書像の古内シェイボンに、ヌッペポーという妖怪が描かれており、古い引きガイルが化けたものとも、コリの類とも言うとあることを紹介している。 このヌッペフ法の絵は、シワの多い竜球芋に短い獅子を排したような化け物と表現されている。また先日の、新語左で放題猛牛には、死人の油を吸い、針を刻う。昔は医者に化けて出てきたが、今はそのまま出てくる、などと書かれている。また妖怪研究家の田中摘は、のっぺら棒は現在では顔に目鼻が全くない妖怪として知られているが、 古くは、このネッペフホフのように顔と体の区別のつかない、形態のものだったとしている。顔におしろいをぬっぺりと塗った様を、発火というが、この発火には、しらばっくれる、とぼける、明けすけに打ち明けて言うと見せかけて騙す。露骨になる、おしろいで装う、白い化け物などの意味がある。その発火の意味の体現により、 ヌッペフホフはまず人間になりすまして通行人に近づき、親しげに会話をし、相手が油断したところで正体を表し、本来の姿を見せるのだという。昭和、平成以降の文献によっては、ヌッペフホフは、廃ジなどに現れる妖怪などと記述されているが、これは民族学者、藤沢森彦の著書、妖怪が断然周に本編上で、古事の軒に、 一階のシンクの如くに出現するヌッペラバフと解説されていることに由来するものであり、藤沢が寺に現れると述べたのは、ガト百鬼夜行の背景からの連想に過ぎない創作と指摘されている。また文献によっては、死肉が化けて生まれた妖怪で、この妖怪が通った後には、腐肉のような匂いが残るなどと記述されているが、一時出点は不明。文化時代の随筆。 一生話に、ヌッペフ・ホフに似たものが現れた話がある。1609年、スンプ城の中庭に、肉塊のようなものが現れた。形は、小児のようで、手はあるが、指はなく、肉人とでも言うべきものだった。警戒の厳しい城内に入り込むものは、妖怪の類であろうと思われたが、捕まえようにも素早く動いて捕まえられない。当時のスンプ城に住んでいた。 徳川家康が、そのものを外へ追い出すよう命じたため、家来たちは捕獲を諦めて、城から山の方へと追い出した。後にこの話を聞いた薬学に詳しい者は、それは中国の古書にある風というもので、知らさわずに無記載があり、この肉を食べれば他力を得る戦略になったと悔しがったという。ありがとうございます。